ありませんか船山康也君はい、はいえー、国民民主党大変おも、えーまあ、面白いといったらあれですけれども、さまざ、あ、まな側面からのご意見いただきまして、本当にありがとうございました。まあ、再エネに関してはあの、お3人とも別に否定はしていないというところだと思いますけれども、えー、まあ、安定、まあ、 安定性の面とか、コストの面で、すべて賄いきれないんではないかというご意見がお2人だったのかなと思って、石川参考人、奈良林参考人だったのかなと思っております。まあ、そういう中で、今の杉議員の質問のお答えにもありましたけれども、再エネは不安定で高コストだと、そういった指摘に対して、デジタルの面で不安定さはかなり軽減されるというようなお話がありました。ただ一方で 私もまあ再エネ推進の,あの意見を持ってるんですけれども、一方で、原料調達、やはり鉱物資源をたくさん使う、こういった問題をどう解決していくのか、送配電の問題、あとは環境との調和、ああ場所の設定、さまざまな課題というんでしょうか、トータルとして本当にコスト面でどうなのか、トータルとして環境負荷が一体どうなのかという、こういったやはり面も、 を否定できないのかなと思っています。その点で、まあサエネのまあ否定的な再エネに対する否定的ないろんな意見に対して、えー、いやそうじゃないとトータルとしてもいいんだというような、えー、ご意見があればいただければいただきたいと思います。どどなたへの、あ、飯田ごめんなさん <laughs>、飯田飯田参考人にお願いします。飯田参考人、うん、はい、ご質問ありがとうございます。委員長、えー、っとあの確かに負の面 あの船山議員の山形でも、なんか超巨大な山を潰すような、そうい話も伺っていてです、ね、私もそういうのは本当に心を痛めております。で、あのただあの、トータルで、えーとまあ、その再エネにすべきだという話では、あのやはりですね、えー、あくまで原子力も結局はウラン。 という地下の資源で化石燃料はもっとあの地下の資源に、しかも枯渇性の資源に依存するエネルギーから、その装置、一旦太陽光と風力を入れてしまえば、まあ、それを30年使おうか40年で、ほとんどはリサイクルできますから、もちろん増やしていかなきゃいけないんですけれども、ただ、その素材は非常に膨大にシリコンも含めてありますので、えーと、それをちゃんと導入していくことによって、 まあ、ほぼ無尽蔵、無限かつクリーンな太陽エネルギー文明に変わっていくんだと、そして、えー、今となっては、日本はまだあのちょっと追いついてないんですが、ただ、2030年では経産省の試算でも、日本でも太陽光が一番安くなると言ってますが、もう世界的には太陽光と風力が一番安い、で安くてクリーンで純国産で、しかもほぼ無限無尽蔵のエネルギーに転換をできる。 今機械を我々は手にしているというのがまず最大のメリットで、その最大のメリットを生かすために、例えば自然破壊であるとかそのリサイクルであるとかさまざまなあの負の部分をあのどう埋めていくのかはこれが人間の知恵なのかなというふうに思います。で、それからえっと日本の多分太陽光だけで言ってもですね日本の太陽光で電力を賄うにはえっとこれもポテンシャルを あの30ページに入れてますが、日本の土地の面積の大体2から3%で十分です、でえー、建築物と、それから不要な、例えば汚染した土地であるとか、そういったところを優先的にまず使い、で我々が推薦するのは農地、農地でもあの美しい電波とは潰す必要は全くなくて、生産性の低い農地に、しかもできれば立体的に、下では農業をやり、上ではソーラーをする。 えー、あるいは最近、ドイツとかで広がってきているのは、あの柵型のですね縦に置いた柵型のフェンスのような太陽光でも95%ぐらい発電量があるんですね、通常の屋よりで、そういった形で牧場のフェンス、農地のフェンスにするとかですね、ありとあらゆるところで、でもせいぜい日本の土地でも2%から3%、あとこの環境省のポテンシャル調査に入ってないのは海の上です。今台湾でも それからシンガポール、中国でも最近できましたが、洋上太陽光というのが急速に広がっていて、でそれもあの、例えば日本でいうと、柿イカだとかこうあって、その周辺にくっつけるとかですね、それもやっぱり漁業と共存する、景観と共存するような形で、海の太陽光、すでに水上太陽光は日本で300か所ぐらいありますので、そういったところに広げていくことによって、あのその負の部分を抑制しながら、えー 全体としてトトータルのメリットでそうすると、えー日本の、日本だけじゃなくて、世界中の化石燃料の輸出入がです、ね、い一気に減っていくんですね、そうすると、世界の海運の3割か4割が実は化石燃料の輸入なんです。 それがもしなくなるとすると、海運も非常にその今、それも私た CO2 不利にしなきゃいけないんですが、非常にあのメリットがありますし、それから日本の GDP も化石燃料、年によって違いますが4、4%から5%マイナスですね、輸入というのはダイレクトにマイナスなので、それはすぐダイレクトにプラスになりますから、そういった形の、マクロで見て明らかにプラスなもの、しかも人類史的にプラスなものを、 日々の我々のその政治と行政と民間の知恵を合わせて、どうそのウィンウィンにしていくのかといったところで、土地利用、それから地域の合意形成をあ、あるいは地域の、できれば所有、参加型にしていくということが非常に重要かというふうに思います舟山康聖君、はい。ありがとうございましたえ続きましした続きて 原発について、ここも意見が分かれてたのかなと思うんですけれども、飯田参考人の資料では、原発はあの建設コストそのものもかなり高いんだというようなお話がありましたけれども、前段、石川参考人、並ば林参考人は、原発の方があが低コストのようなお話をされておられました。ここに対して、実際、原発の優位性がどこにあるのか。 えそれからまあ先ほど、岸委員からも質問ありましたけれども、私もやはり、コストの問題、安全性の問題、そして何よりも、ゴミの処分、最終的な核廃棄物ですね、廃棄物の処分、場所の今、文献調査始まってますけれども、まだその処分方法がない中で、ゴミだけをため続けることに対するやっぱり懸念もあるのかなと思いますので、そういった点、トータルと含めて、トータルを含めて、 原発のその問題をどう解決していくのか、ちょっと時間がないんで、じゃあ、お一人ずつ聞いちゃってもいいですか、それはほとんど、はいあの、申し合わせの時間があと2分ほどでございますので、<laughs> 今の難しい質問にそれぞれ30秒程度でお答えいただければと思います。<laughs> 委員長はい 1> 1分でお答えいたします <laughs> えっと私、資料でありますが、まず季節の原子力について、これに対して安いということ、それから経産省も発電原価ということで、太陽光、風力、原子力、火力、いろんな質問を出しておりますが、私はあ,れしあんまり信じておりません、あれはあるモデルケースの理想的なケースでありますので、原子力が安いとかです、ね、火力が安いとか、まあ、風力が高いとか、太陽光が安いとかというのは、それはそのあくまでもモデルケースの話でありまして、実際にはそれぞれが市場に出るときの価格で決まるものというふうに考えております。それから核廃棄物につきましては えこれについてはもう世界共通なんでありますけれども、あれ、急に捨てられないんですね、30年から50年間、暑いのだから、空冷しとかなきゃいけねっていうんで、まあ、日本の場合にはおそらく今、北海道で2地域やっておりますけれども、竣工はです、ね、今、調査やって、概要調査やっていろんなことやって、まあ、どんなに早くても私は30年ぐらい先であると、となると、ちょうど全体の原子力の廃棄物の処理計画に合うということでございますので、私はその点については心配しておりませんし、かつ、そこに捨てる高レベル放射性廃棄物はものすごく安全にシールドされておりますので、私はははっきりと そこの横で寝ても怖くないぐらいだというふうに思っております、はい、1>, 1分でありがとうございました <laughs> 続いて、七林参考人、簡潔にお願いします、はい、今、原子力発電所のコストですけれども、今、飯田参考人がおっしゃったあのヨーロッパの例ですね、これは建設工期が長引いたためです、例えば、米国の,その原子力発電所も AP1000、これもまあ東芝は2兆円の赤字をしょってしまった、これは建設工期が伸びてしまったから。 で結局、その人件費がそこに入ってくるんですね、でそれを解決するために、現在、世界的に主流になっているのが SMR で、工場でモジュラー化して建設して、現地で簡単に設置できる、こういう建設工期を伸ばさない原子炉が現在、あの世界的にあ普及の兆しを見,え見せています。ですから、一つはそういうことで解決できると思います。それからこれ別廃棄物のお話は、さっき時間のかけでお話できなかったんですけど、私の資料47ページにございまして、 今こ再処理をすると、10万年の保管期間が8000年ぐらいに短くなります。さらに高速炉で一番有害な物質を燃焼させることができますので、高速炉をプルトニウムを増やすのではなくて、有害な物質を燃焼させるという目的で使いますと、だいたいそのこれで廃棄物の方が減りますので、300年ぐらいの保管で済むようになります。それからとと核融合炉を使うともっと高い中性をエネルギーの中性で これを消滅することはできますので、約100年に短縮できるということですから、市会科員が今、おっしゃったように、ですねまだ時間がございますので、こういう SMR の開発を通じて、2050年とか、まあ、そのくらいに特にはしっかりした密輸が私はできるというふうに思いますし、すでにスウェーデンとかフィンランドでは、地層処分は具体的に今、始まろうとしております以上でございます。 ありがとうございます。伊田参考にはいいんですか。あ、い、だい。<laughs> <laughs> はい、田参考に簡単にお願いいたします。<laughs> はいえー、委員長。えー、っとですね、あのまあまず SML に関してはほとんど実はあの現実性がないというかお話ばかりでですね。で、しかも既存のいい加減高い。 既存の大型の、まあ、ヨーロッパでほとんど失敗している原発よりも高いところからスタートするというので,で発注もそんなに数がないので太陽光とか風力はもう何十万何百万何千万と発注されるのでどんどん学習効果があって。 あるんですが現実あの、もう実際のいろんなデータも出てますが、あのほとんど SMR は、まあ、いわばお話だけで終わるだろうというのが、まあ、私の,あの信頼する専門家の世界全体の評価はまずそうだと、で核のごみはほとんどですねあの、非常にまず日本で捨てるところは、まあ、む難しいだろうということが、まあ、地層的に考えても技術的にも、まあ、あるので、まあ、実はあの福島第一原発 で津波を浴びた鑑式貯蔵キャスクは、私が設計した設計チームに関わったとか、設計の中心人物だったんですが、東電、東芝と一緒に、えーと、もう私が原子力やってた頃のもので、それの規制基準を私が電柱券がいた頃を作ったもので、であのやっぱり鑑式貯蔵キャスクで、えー、当面、その核のゴミをどう保存するかということにやはり集中すべきで。 で再処理とかプルトニウムとか使,い当ての使うあてのないものはさっさと核燃料サイクルはやめてしまうべきだと思います。でえー、しかも、こんな無責任なものを生み出して、捨てるとこもなくて、まあ、せいぜいその乾式貯蔵で多分2世紀、3世紀って置くしかないんじゃないかと私は思ってますが、でそうであるがゆえに、学術会議が提言した通りですねもう核のゴミの総量を決めてしまう、もう,もうこれ以上核のゴミは出さない。 だけども日本国民の責任として、鑑識貯蔵でまずは100年ないし、あるいはあの何世紀か持ちつつ、何らかの形でですね本当に捨てるところ、私自身もアイデアがないですが、あの最終処分の場所が決まるか決まらないかは、本当に世紀を超えて国民の責任として議論していきましょうということが、もう本当に日本の,もうあの国民の責任だというふうに私は思います。はいはい そ山康成君。どうもありがとうございました。他にご発言がありますか。